チャンネルクララをご覧の皆様、こんにちは。協力アスペクト、きちんと学ぼうユダヤと世界史。本日も内藤陽介先生とともにお届けしたいと思います。内藤先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。来ました、リュウちゃん。はい、ひっちゃんより怖いリュウちゃん。こういう言い方を言うと語弊があるかもしれないんですけども、彼こそ今のあれですよね、ある種のネトウヨの人の典型みたいな感じですよね。極めつけですよね。そう、あので、元リベラルでね、うん、凶暴で、元リベラルだったやつが、ね、なんか目覚めちゃって行くと極北まで行っちゃうみたいな、その典型ですよね。デマゴギーの究極ですよね。そうだから、そういう意味でね、いや、あんまり言うと怒られるから、ちなみにこれが褒め言葉と分かんない人は、プロテスタントの信仰が足りないと言っておきます。あ、そう、それはその通り。はい、うん、これ全部褒め言葉ですから。まあ、ネトウヨごときと一緒にしないでっていうね、まるまるさんとかバツバツさんとか、ね、議論に勝てないから、ね、資格を送ってくるみたいな、そういう人と比べるとね、はい、それと比べちゃいけませんよ、さすがに。お話になりませんね、その小物と。やっぱりもう世界最強のね、元祖、ネトウヨ、ネトウヨ時代のネトウヨって言ったのはギャグじゃなくて、ギャグなんですけど、まさに右翼思想を人類史の中で明確に作った人ですよ。そういう意味ではそうですね。いわゆる原理主義のドンですよね。そのドイツナショナリズムを語るときに、この人の位置じゃ無理ですもんね。で、まさにそのドイツっていう国がなんでドイツなんだっていうことを語るときに、ユダヤとの関係の位置には語れないと。だからルターだけでやりだすと、それだけで本当また多分おそらく宗教が概論みたいで1年ぐらいお話になってられるんで、またそういう方向に。でそれはもうやめて、とりあえずざっくり、ルター君のですね、天候物語を今日は。天候物語天候って学校移るわけじゃないですかね。思想が変わるって話ですよね。はい、いうことを、お話をしていく、はい、じゃあ、尊敬を込めてルーちゃんと呼びましょうか。はい、1517年、とことん悩んだルターの宗教改革って覚えましたね。あ、そうなんですか。とことん悩んだ。ああ、なるほどなるほど。で、法政大学漫画研究会がそういう漫画作ってたんです。で、そんな感じされてる。いや、僕ね、語呂合わせ結構苦手なんですよ。そうですか。結構世界史シリーズでやってるんですよ。はい、ですいません。でとりあえず、1517年に宗教改革始まりましたと、はい、でこの中身については深入りはしません、うん、で実は初期の頃ルターというのはカトリックの反ユダヤ主義をものすごい批判したんですよ、はい、とにかくカトリックの連中はダメだと。で例えば一番最初の古いところで1519年のローマ法大戦批判というのを出すんですね。でここで要するに彼らはルターが言ってるのは、要は聖書以外の権威は認めないということですから、うん、教会も教皇もカトリック その組織も教義も認めないというふうなことになりますんで、そこでもうとにかくボロクソに言うわけです、うん、で一応公共の電波といいますか、それに乗っかるんで、愚かな神学者たちがユダヤ人に対する嫌悪感を正当化していると、本当はもっと口汚い言葉で言ってるんですが、我々がこれより原文汚いんですか。実はある日本語訳を拾ってきたんですけれども、それはですね、クソ野郎がユダヤ人に対する嫌悪感を正当化しやがっているとかですね。ああ、本当にネトウヨですね。そうですよ、本当に悪い意味で、方の、チャンピオンオブ右翼ですからね、ルーチャンって。チャンピオンですから、うん、で我々がユダヤ人に憎しみをぶちまけ残忍な行為に及ぶとき、ユダヤ人自身はどのように思うだろうかと、うん、我々はクリスチャンというよりも獣に近いのではないかと、うん、だからユダヤ人いじめちゃダメですと、うん、いや本当、日本人ってキリスト教徒でファッションでやってる人が大半で、教会もファッションで行くみたいな人いるじゃないですか。とはいうも、であと温厚ってイメージあるじゃないですか。キリスト者だから、心優しいみたいな。で本当に信仰を持ってる人の怖いですよ、うん、カトリックのプロテスタント嫌いとプロテスタントのカトリック嫌いすごいですもんね。だからこれはあえて名前を必須という形になりますけど、うん、やっぱあるそのキリスト者の非常に熱心な、物書きの方で、大先輩の方でお年を召された方ですけど、お話をしてるとやっぱり怖いですよね、うん、ちょっとやっぱり言っちゃってるんですよ。その辺に言い出すとまた聞けないんで、あれなんですけど、とにかく最初のうちはカトリック批判ということで、ユダヤ人をそんなにいじめちゃダメだよと、ユダヤ人いじめするカトリックはとんでもないやつだ。いや本当に私知り合いでカトリックこそ最大の異端だって真顔で言われたことありますよね。バチカンこそ最大の異端だって、バチカンの方は逆にプロテスタントの方言ってますよね。そう言いますよね、うん、
でこれはしばらく続くんですよ、うん、で1523年に、うん、あの彼有名な本を出すんですけれども、イエス・キリストがユダヤ人として生まれたということ、うん、イエス・キリストはユダヤ人なんだと、うん、でそういう意味ではあの血のつながりで言ったらユダヤ人のあれなんだから彼らもいずれ分かってくれると、うん、で要はあのここで言うのはそれこそバルカンよりはぬるいのかもしれないんですけども要はカトリックという敵の敵から見たらユダヤ人も敵だよねと、うん、で敵の敵っていうのはいずれ正しいクリスチャン、要するに彼の言うルターの言う正しいクリスチャンというのは自分と同じ信仰を持ってキリスト教に改宗してくれるはずだという期待を込めて、とにかくカトリックをディスりまくると、期待というより勝手な思い込み妄想ですよ。妄想です。質問いいですか、はい、私こういう人21世紀で知ってるんですけど、はあ、ネオコンって人こうですよね。あ、そうです、そうです、まさに。いずれ彼らはあの民主化する、あるいは近代化すると、だから自分たち の, そうそう、あのネオコの人たちがイラク戦争の時、やった時の論理がイスラエルはいずれキリスト教に改宗するから助けなきゃいけないんだですよね。あ、何を根拠になんですけど、そうです、いずれだから正しいことをやってれば、まあ、キリスト教に改宗するというふうに言わなくて、例えばアメリカのネオコの方っていうのはいずれ彼らも民主化して自分たちとアメリカと価値観を共有するから、うん、今ここであの独裁者を倒さなきゃいけないみたいなことを真顔で言うわけじゃないですか、うん、倒した後のこと何も考えない で実際こうなってるわけですよね。でしかもそれをいずれだからといって彼らと同じ思想になるとは全然限らないわけじゃないですか、うん、それも彼らの事情って全く侵略しないで自分たちは正しいことやってる、うん、だからいずれあいつも正しい道に来るはずだって思い込みで来ちゃうわけですよ、うん、まあ、その原点みたいな、ていうかネオコンの原点、源流ってまさにルーちゃんじゃないですか。そうなんですよね、うん、でそれの感じなんですよ。でそれで結局イエス・キリストもユダヤ人だったからユダヤ人もいずれクリスチャンになるんだみたいなことを言い出すわけです。いや、何の根拠もないんですよね。ないです、本当に。繰り返します、何の根拠もない思い込みです。でところがその思い込みで生きている人たちというのは思い込みが裏切られるとどうなるかと、うん、あの怒りのアフガンをやってたランボーが、はい、あのいきなりアフガンに空爆しちゃうというその世界になるわけですよ。ああ、なんかアメリカがソ連と戦うためにアフガン使ってたらなんかあのアルカイダがやってきたんで、あのアルカイダいじめてアフガンぶっ潰すみたいな。そうだから あくまでもアフガンの人たちは自分たちのために戦ってたんだって、アメリカのために戦ったわけで何でもないわけじゃないですか、うん、でところが結局そこでアメリカが後から出てあの偉そうな顔して出てきて、いや何もそんな関係ないですよと言ったら逆切れしちゃうわけですね、あれだけやってやったのにと、うん、あ、それでですね、あのルターにとってユダヤ人何がどう期待裏切られたか、契機となった事件とかあったんですか。あの事件ではないんですけども、結局いくらやってもダメだっていうトロー感ですよ。あ、まあ、もちろん細かい事件はいろいろあるんですけども、はい、決定的なのはないと。決定的なのは細かいのが連続してる、連続してるんです。夫婦仲みたいです。ずっとやり続ければいつかはやってくれるはずだと信じたんだけど、いつまでたってもっていう。なんすか、ルターって結構女性的ですね。男ってなんか一回でかいのがあったらもう許せん、プチーンですけど、女性って特に大きなことないという連続するともう許せないと、ある日突然切れるみたいなね、まあ、はい、あいやなんかすごい、なんかいや実感こもってました、こもってますね。え、なんでスリッパ並べないのみたいな、そんなそういうのが、あはい、はい、リアルで、ね、洗濯物洗濯かこえみたいな。いや、それも真顔で言われたことがあって、とある勝間和代っていう人のセミナーでですね、いわゆる勝間っていう人たちと一回だけお話しする機会があって、はいはいはい、なんでね、洗濯箱の洗濯入れてくれない、あなたの愛情そんなものなの、もう10年間言い続けてできなかったんだから、あなたの愛情はないものみたいな、そういう思考回路になるみたいです。これなんでよろしいでしょうか。はい、いいのかな、はい、いいのかよとか、まあでもなんかリアリティがありますよね。はい、それ で、パネルめくっていただきますか、ね、はい、パネルめくりますと、はい、はい、こちらになります。で結局その時にあの転校しちゃったといいますか、期待裏切られたということでどうなったかといいますと、1536年にこのザクセンの選定、このヨハン・フリードヒという人がいるんですが、この人が、まあ、領内からユダヤ人に追放ということをやるわけです。で当然その領内から追放されたユダヤ人の方がこれ困っちゃうもんですから、うん、でそれまであのルターが割とユダヤ人いじめなんかいけないみたいなことを言ってたもんですから、うん、このザクセンの選定校とあのルター関係が近かったもんですから、近いところはスポンサーじゃないですか。スポンサーですから、ですが命まで守ってくれる、命まで守ってくれる、要するにもうルターの口利きでなんとかなると思って仲介を頼むんですよ、はい、でそれに対してあのルターが何と言ったかというと、うん、私はかつてユダヤ人のために喜んで最善を尽くしたものでしたが、私が自分から親切に接してまであなたの頑固さに貢献することはないでしょうと。あるいはその仲介者を他にも探したらいかがですか。もう知らねえ、これザクセン校、そうです、はい、で結局あのいつまでたってもあの回収しないんで、う
もう知らないと、うん、もう勝手にしろと。あ、なるほど。でむしろそれがさらに行き着いちゃうと、43年にユダヤ人と彼らの嘘についてという、うん、これこそ、まあ、あの強烈なあれなんですけれども、例えば、うん、ユダヤ人は下劣な偶像崇拝者、つまり神のことではなくて己がの家系や割礼を誇りし法を汚らしいものとみなして連中だと、うん、例えばシナゴーグ焼き払っちゃえと、いきなりぶっ飛びましたよ。はい、そうです。もうだからここまで言っちゃうけど、もう言うこと聞かないやつはもうこんなやつはダメだから。人間20年もやってりゃ考えも変わりますからね。でも変わりすぎなんですよね。180度。要するにもう自分の言うこと聞かないやつは悪いやつなんですよ。うん、でまあ、その辺まあネオコンの人とあの基本的な思考回路は まさに、まあ、元祖ですから、ね、元祖ですから、はい、本家本元極めつけですからね。ネオコンごとに小物と一緒にするなって言われますよね、リュウさんにかかったら。だからもう宗教書は取り上げちゃえ、ラビの伝道は禁止ろ、ユダヤ人撲滅とかですね、で、まあ、ちょっとそういう意味で言うと他と違うのは、あのユダヤ人の土地所有を禁止するというのはカトリックでしたんで、うん、それを今度は土地所有を禁止するどころか、ユダヤ人の濃度として働かせる方法、もっとひどいです、もっとひどいです。奴隷にしてしまえ、奴隷にしてしまえと、うん、いうことを言うわけですよ。ルター先生ってあのザクセン公っていうスポンサーの言うことは絶対聞くじゃないですか、ええ、うん、なんかあの農民がルターの言うことを信じてドイツ農民戦争を起こした ら、ええ、あの封建領主様に逆らう農民なんて強権と一緒だから殴り殺せ、撃ち殺せ、締め殺せみたいな。ですよ ね、いや宗教権利主義者って恐ろしいですからね、うん、で、まあ、これだけで言いますと、ルターという人は、まあ、とんでもさんで一言で済むんですが、ところがその後に要は宗教改革が始まると、そのカウンターで反宗教改革というのが出るわけじゃないですか、はい、対抗宗教改革、対抗してですね、対抗宗教改革してですね、はい、でそうすると今度はカトリック側の反ユダヤ主義も、うん、それに負けじと強烈に、だから反ユダヤ主義つってどうするの。まあ、ちなみにあの対抗宗教改革、反宗教改革っていうのはイエズス会とか有名なフランシスコ・ザビエルですね。世界史見てください。で、はい、でザビエルなんかもあの人もあの日本では政治になってますけども、日本に来る前にゴアに、インドのゴアに拠点で寄ってるんですけども、そこで異端審問やるんですね、うん、で異端審問やりまして、ユダヤ教徒を結構バチバチぶっ殺してますから、うん、かなり強烈な人ではあるんですけど、ゴアまで行ってやってるんですか。ゴアに立ち寄ってから、それやってからすっきりして日本に来るんですよ。ああなるほど、そっかそっか、はい、あの人あんなね、あんなはげらかしててね、うん、愛嬌のある顔してて結構怖いんですよ。めちゃくちゃ怖いよ。そっか、四大幹部の一人みたいな。いや、そうですよ、ショッカー四大幹部の一人ですから、うん、そう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 、お前は日本征服をしてこいみたいな、ね、世界征服を企む悪の秘密結社、イエズス会が使わせた大幹部ですからな。ショッカーだったら幼稚園のバスを襲うだけですけど、村の農民を洗脳して回ってたっていうね、どう違うんだろうっていうね、はい。で、まあ、でそういった中で、先ほど の前回、先週、先々週ぐらいの話に戻るんですけれども、うん、これで、まあ、教皇のパウロス4世がローマでゲットを作ると、でこれが各地にゲットが出来上がっている。なるほど。はい、で最初本来ゲットって意味で言うと鋳造所って意味で、全然そういったニュアンスはなかったのが、うん、ゲットって名前つけちゃったもんですから、これを1562年には法律でそういった居住区をゲットと名付けるとしちゃったという無茶苦茶な話ですね。川中島の合戦の翌年ですね。あ、はあ、なんて日本って平和なんだろう。平和ですね。日本の戦国時代、イエズス会の宣教師が見て世界一平和って言ったらしいですけど、本当その通りですね。もう戦国時代こんな人殺しやってませんからね。はい、なんと、はい、もう時間が来ましたので、また次回よろしくお願いします。よろしくお願いします。